はい、じゃあ始めます。よろしくお願いします。今日はバームチーズクリームケーキを作ります。でバームクーヘンの中にチーズのクリームが入るお菓子になっています。バームクーヘンは幸せを呼ぶ年輪ですので、まずチーズクリームの方は、クリームチーズと小麦粉と砂糖、蜂蜜、レモン汁、卵黄が入ります。いい感じですね。いいかな。はい、こっちに白、白ちょっと皮が柔らかいので気をつけていただければ。どうも黄身を破くんだ私。違うんです、グラムとミリリットル。そうですか。101。はい、大丈夫です。はい、じゃあ混ぜてみてください。チンしてクリーム状にしていきます。並べ順で普通だと多分1個だと2分やって混ぜ混ぜして、うん、2分ぐらいやって混ぜ混ぜ、うん、ちょっとこれお貸しください。混ぜ混ぜ混ぜ、岡崎さん混ぜ混ぜし、うん、こうやってちょっとチンしたらちょっと混ぜ混ぜをして、はい、具合がまだドロドロなので、よいしょ、まだかけます。完全ちゃんとした時間。あとはもうホワイトソース作るみたいにフライパンでもできます。バームクーヘンの周りの方は、まあ、今回はホットケーキミックス粉で手軽に作れるものをしたいと思います。でここには、卵と砂糖と牛乳とバターでタレを作っていきます。はい、今度混ぜます。しっかり蜂蜜なのでしっかりと混ぜてください。
大丈夫そうです、ね、いいですか、はい、はい、でこれでバムクの生地が終わりました。ちょっと均等に全部食べるようにキッチンペーパーでちょっと待ちます。ちょっと多いときはピッとして大丈夫です。薄くやるのがコツです。薄くなのでちょっと Thank you.